おはようございます。ですね、人生初ソロライブの、チケットがね始まっているところがありますので、ちょっと初めてね来る人めちゃくちゃ多そうなんで、どうやってチケットを応募したらいいかとかねわからんと思うので、今日ちょっと説明動画を撮っております。なんか最近こう超嬉しいのが、インスタライブ見てなんか5分前にファンになりましたとか、あとタトゥーでファンになりました、あとボーイフレンドでファンになってくれた人がすごく多かったりするんで、なんかこう分からんことあったらなと思って、ちょっと説明動画っていう感じで撮っておりますから、バラン、白瀬ファーストソロライブタトゥー7月14日東京、これ1回きりのライブになります。でれーん、まあ、本当はツアーにしたかったんですけどね、体1個しかないのですいません。でれーん、なんとねこのライブはですね、まずね初めて来る方がですね100% なんです。まあ当たり前ですけどね、初めてなので、全員俺のライブを見るのは、ソロライブ見るのは初めてっていう状態で来るんですけども、今ファンクラブチケットと、あとなんかこれからファンクラブ入ってない人のチケットも始まっていくんで、それをね説明しようと思って、ベベン、ファンクラブチケットがなんと5月11日今日ですかね、これが、抽選なんですけども、ファンクラブに入ってその日から応募できるチケット で、ファンクラブに入ってない方はですね、一般 SNS チケットっていうのがありまして、5月14日から5月22日まで、この1週間ぐらいが受付期間となります。これちょっと料金が違うんですけど、ファンクラブの方は5400円で、学割さんが2400円で、一般チケットの方は5900円で、学割さんが3000円ですね。だからファンクラブ月額500円なので、これ結構タイミングですね。ファンクラブ入ったその日から応募できるファンクラブチケット、これタイミングですね。そして内容なんですけど、ででで、もうこれもうマジほぼ全曲、なんていうか自分にとっては新曲みたいなものですので、初披露の曲とかもすげえ多いんですけど、まあ、タトゥーとかロミジュリとかボーイフレンドもちろん披露させてもらいますし、ね、まあ、ソロデビュー曲というか9つも生えた君との恋とか、あとセルフカバーの中毒とかわがままとかも歌わせていただきますのでね。で、音楽始めたらへんの時になんかこう作ったちょっと懐かしいわっけないドゥとか、全部君のおかげとかもね、なんか歌おうかなと思っております。ていうか実はもう全曲完成して、ちゃんともうリハーサル実は終えてるんですよ。1月ぐらいからコツコツもう数ヶ月めっちゃ練習してきて、もう仕上がってるんですけど、あと2ヶ月ね、ちょっと細かいところ映像作ったりとか、ちょっと細かいところとかね、なんか照明を設計したりとか置くものとか、そういうのをこう2ヶ月かけて決めていくんですけど、キレキレでもう1回しかできないんで、もうマジで緊張しまくってるんですけども、だから皆さんに絶対来てほしいんですよ。応援していただきたいんです。ちょっとね、もう絶対行けないっていう人もいると思うんですけども、ちゃんとこう来てほしいっていう気持ちだけはね伝えておこうと思って、まあすげえ前からね、早くソロのライブを見たいなと思ってくれた人もはこうお待たせっていう気持ちでやりたいし、最近ね知ってくれた人もすごい多いし、本当ボーイフレンドしか知りませんみたいな、とかタトゥーしか知りませんみたいな人もちゃんとこう、まあ、俺もこれなんか初めてなんで、ちょっと一緒にね応援してほしいというか、あと2ヶ月しかないんですけど、このライブに一緒に向かっていってほしいなという思いを胸にこの動画を撮っておりますので、はあ、本当にもうあと2ヶ月しかないんですけれども、ちょっと楽しみっていうか恐怖の方が多いんですけども、もうこうもう寝ても寝た気がしないぐらいの感じで毎日過ごしてるんですけども、一緒に目指して遠いとこからもね応援してくれたら嬉しいなと思っておりますという動画でした。以上です。ちょっと説明動画を撮るのも最近あんまできてなかったので、ちゃんと説明できているかどうか分かりませんが、楽しみにしております。以上、ありがとうございました。これから家出るんですかね。